な。どんなことをしても生き抜いてくれよ。君が探すその相手は影の世界にいる。奴らは最高の友を殺した。放っておくわけにはいかない。違う。これがおっさらまで殺されるのをお前はちゃんとしてなんだ。この男がマックを殺したんだ。この男の名はデッパイチだ。はい、皆さんこんばんは。今日の映画は大脱走2。さあ、この前の大脱走をご覧になったら、さあどういうふうに逃げたか、今夜もそれがいよいよスリルになりますよ。で、この映画テレビでは初めての公開です。この映画の監督はですね、ジェット・テイラーなんですね。ジェット・テイラー言いますと、ついこの間老人と見がありましたね、あの監督なんです。ところがこの映画の主役はスーパーマンのクリストファー・リーブなんですね。面白いね。クリストファー・リーブが主役、しかも音楽はいいんですね。ジョニー・マンデルですね。ジョニー・マンデルと言いますと、イソシキがありました。それからアメリカ上陸作戦がありました。まだまだまだマッシュがありました。第1級の音楽、映画音楽の大歌ですね。この大歌とスーパーマンの主役と、それからこの新郎仕留めの監督の、この3人のこれは新しい1988年度の新しい映画です。しかも大脱走、この脱走するところが映画のクライマックスで怖いですね。ところがこの映画は実はそのクライマックス、やっと逃げたいところからが本題になるんです。それは逃げた連中が復讐するんですね。戦犯を、自分たちをやっつけたあの憎らしい戦犯を今度は復讐するところから第二弾構えの復讐劇になってきます。さあ、心当たりにこの映画のボリュームが盛り上がってきますよ。そういうわけでこの映画皆さんご覧になったら、一体あのスーパーマンがどんな役をするのか、それでも興味はうんとあるでしょうけど、この監督はまた非常に新人ですから、皆さんをどん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 この恐怖の脱走、そういう復讐の世界に持っていくと思います。さあ、じっくりご覧なさい。あとでまた会いましょうね。頼むぜ。夜中に行きたくなるとやばいだろ。いいから入ってろ。よう、隣の英語喋れるか。ああ、お宅はどう？どうして軍服着てないんだ。着る権利があるんだぜ。今度赤十字に頼めばいいや。うん、ありがとう、そうしよう。どんな軍服なんだ。俺は少佐だ、イギリス遠征軍の。はい、いかがでしたか。この映画の主役のクリストファー・リーブ、これ私このクリストファー・リーブのファンなんです。今年37歳、まだ若いですね。これからですね。この人ニュージャージーに生まれました、アメリカ人です。でお父さんは大学の教授、そして翻訳者、お母さんは新聞の婦人記者、なかなかいい家庭なんですね。ところがこのクリストファー・リーブ、早くから演劇が好きで、俳優になりたくて勉強して、そしてロンドン行って、ロンドンの演劇学校で勉強して、アメリカへ帰ってきて、アメリカでもまた演劇学校で勉強しました。まだ懲りずに今度パリ行って、パリのコンセルバトワールでまた勉強しました。なかなかやりますね。そして帰ってきました。そして映画に出るんですけど、舞台の方に夢中で、舞台にも出たんですね。けれども映画の方で皆さんがこのクリストファー・リーブがどんなに演技がうまいかというところをちょっと皆さんご覧だったかどうか、デストラップ、死の罠というのがありました。デストラップ、
これはなかなかスリルサスペンスの怖い怖い映画で、相手がマイケル・ケインなんです。マイケル・ケインとクリスタ・リーブが一緒に出るだけでも、実は私は不思議だな、あんな名優のマイケル・ケインとクリスタ・リーブみたいな新人が一緒に出るのか思ったんですけど、なかなか対等で芝居しました。ちょっとクリスタ・リーブの役がまたちょっとホモセクシャルのゲイぶった、ゲイがかった男の役がうまいんですね。というわけで、この俳優がこんな役やった思ったんですけれど、この人はこんな経歴持ってたんですね。だからこれからます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 クリストファー・リーブは本格的な俳優になるでしょう。パラダイム、それは戦慄のキーワード。あのスターマンのジョン・カーペンターが送るサスペンスアクション。世界を支配する絶対の法則、パラダイム。すべての生命の源、巨大な世界、海。水深1万メートルの世界で人類を待っていたものは、光のない世界でクルーたちが直面した恐怖。ドス死刑の刑事に復讐を誓うアイスマン。二人の男の間にはミステリアスな女の影。サスペンスアクション、ロス死刑特捜刑事。恐ろしい殺人マシーンが群れをなしてあなたを襲う。平和な海辺で、そして海の中。ジェームズ・キャメロンが送るパニックサスペンス、殺人魚、フライングキラー。はい、このように続々と楽しい作品ね、やってまいりますよ。どうかご期待くださいね。それではさよなら、さよなら、さよなら。